天の重みを今日初めて聞きました。あれ知らんこと言われたの。いやーそんな高度なあの説教聞いたことがなかったです。勉強になりますね。いやでもその原子力発電所の真実の姿に関しては本当に日本では伝わっていないので、本当にそのたった500人の岩井島の人たちが中国電力さんの計画に28年向き合ってね、本当生活投げ打ってライフワークのように戦い続けてきたその中身ってものすごいことなんですけど、でもその中国電力さんの背後にはあの、まあ、原発なくちゃダメなのよと思っているものすごいこう大多数の日本人のこう無意識みたいなものの集合があるので、それはもう巨大な力なんですよね。だからその私は意識というものをちょっと変えるだけで随分違うんじゃないかなと思うんですよ。なくても大丈夫と。でこういう話をするとすごいあの教育を受けた知性のある方でもですね、田中さんはそう言うけど明日からろうそくの生活はできないしって言うんですよね、こう言われましたよ。反原発の連中は昔の生活に戻れいやだからそれはね、今55期を54期をね一点にこうゼロにしなさいと私は言ってるんではないんですよね。もう14期建てるのはまずやめてほしいし、それはもうあの必ず負の遺産になります。で今ある動いてる55期もこれを解体するのがまた大変なんですよね。解体には必ず被爆が伴いますし、出てきたゴミは全て放射性物質なので、それをどこに持っていくのかっていうことも問題ですし、老化し続けて今約毎年1000トンの使用済み核燃料が出てくるんですけど、800トンで広島型原発1000発分の放射能なので、それはそれは大変なものなんですよ。でしかも100万年間なくならないんですよ、放射能が。でそういうことを考えるとやはりもっともっといい方法があるので、あの牛のうんちで電気を作るということをスウェーデンはやっています。で日本は実は資源大国なんですよ。この間文字が動いたんですよね。で文字が動いた時に NHK も民放も横並びで、資源のない国日本ではね、プルトニウムを燃料とすることが大事ですみたいなことを言うんですけど、スウェーデンの人に言わせると、もうあなたたちの国は資源大国ですよと、私たちの国から比べたらもう羨ましいぐらいですよっていうぐらいに、もう世界一の海洋エネルギーがあるし、もうその森林資源はあるし、地熱もあるし、もう日本は実はね自然エネルギー大国です。でその目をね、実は日本に優れた技術者や科学者がどんどんその自然エネルギーをあのやるような技術を開発したその一つ一つを潰してきたんですよ。でそれらの技術はアメリカとか中国が重なっていって、まあ、本当に向こうで使ってたりするんですよね。だからあの海外から日本を見ると、あの自然エネルギー阻止法というのがあって風力発電でいうとですね、全体の 0.3% なんですよ今日本は。0.3% ですよ。でスペインはここ10年でなんと、ついこの間なんですけど、スペイン政府が、ある何時間かにわたって、スペイン全土の電力消費量の 50% から 60% を風力発電で賄ったと発表してるんです。これはその日本人の電力会社が風力発電なんか使い物にならないよっけって言うんですよ。だからその 0.3% っていうのは非常に恥ずかしい数字です、ね、あのいろんなやり方で、あのすごいちっちゃなやり方で電力を作ることができる。そしてその技術はもうすでに日本にあるんです。新しく作り出さなくてもあるんですね。それを使うためにはやっぱりその電力の自由化、つまり送電線を使う権利とか、その直接作って売る権利というのを市民が獲得するとですね、これはすごいその地域おこしになります。夕張市が夕張の資源を使って発電したら、それまで夕張市民の全員が払っていた電力代が市にもし落ちたとしたら、それを医療とか介護に使えばいいんですよ。そういうことが
がね、バレてきたら、それ一番こういうこと知られたくないのが電力会社なんですよ。みんなやりたがりますよ。で、例えばその、青森県が、県の人が言うんですよ。玉中さん、青森県は日本で一番貧しい県だと言われてますけど、自然エネルギーにしたら 100% 以上あるんですよ。でもしそれでね、そんな県なのに、県民は毎年総合すると1000億円の石油を買っていると。で、その1000億円は県の外に出ていって、しかも日本の外、日本では石油取れませんからね、出ていって、全部石油ビジネスの、ハゲタカファンドのところに入って、イラク戦争の費用になったりとかですね。これはね、石油を使うっていうことは、すごいこう、世界中の平和というか戦争にもこう、問題にもつながっていることなんですね。だから2050年までに、スウェーデンは石油を全く使わない社会になると宣言してるんです。で、それ着々と、やっていますよ。日本は毎年23兆円買ってるんですよ。全部国の外に出てるんですよ。そういうことをやらないでも済む方法が実はたくさんあるので、それを私はこの映画で広めたいと思っているんです。それがその地域の自立につながるというふうに感じています。なんかこう自立とかですね、つながりとか、それから、誇りとかですね、そういうことは非常にこう今回のこう言葉とすればキーポイントになるような気がします。先ほどもそのつながりというところでそのうんちの話が出てましたけども、ひょっとして私たちは推薦トイレになったことによって、自分 の, その出したものが誰がどこでどう処理するかも全く無関心になってしまう。で、便利だと言いながら、電気、スイッチ一つで電気がつく。つくことによって、それから先は考えないような、生き方を私たちはし始めてしまったんだよ。例えばトイレの話で言うとですね、95年のあの阪神の震災の時、一番怖かったのはトイレじゃなかったですか。そういう意味では、こう、自分が出していくもの、自分がこうやって生きていくことの中で、一体誰とどうつながり、そして自分の処理できないものを誰が処理し、そこにはどんな苦悩があって、どんな悲しみがあってということを見えないようになっていってしまっているような気がするんですよね。だから電力を大量に消費する都会の人たちは、その日本、世界で最も原発が密集する若さの人をこう顧みたことがない。で、そういう、こう、だん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 私たちが顔が見えなくなったり、つながりがなくなったりしていくということが、ある意味では、私たちのこう生きていることを非常にこう、空虚なものにしていったりないかな、というふうに思えてならない。ある意味では、その循環型のエネルギー社会っていうのは、要は、ちゃんと牛がおったり、それから残飯を処分してくれる鶏がおったり、そしてお客さんが来た時にだけ、ごめんなって潰してみたり、そして食べた自分の排泄物を畑に戻すというような形で、ちゃんとこう全部の命のつながりがこう見えてた。それを便利さとか豊かさというところでことごとくこう切ってしまっていったことが無関心になり、その無関心が今のこういう原発や被爆ということにもこう気づかなくなっていったような、そんな私たちの生き様みたいなものがですね、こう少し見えてくるんじゃないかなというふうに思います。先ほど釜中さんが岩井島 の, その豚を放牧している氏本さんという方ですけど、この映画にも出てまいりますけども、その氏本さんという方がですね、北海道の宗谷岬、一番北ですよ、の下にある非常に大きな有名な牧場でその勤めておられたんですね。その地元さんが岩井島に帰っていくきっかけになった考え方があるんです。考え方というか、やった事実、それ何かというと、自分が育てているその牛が要は全部外国からの輸入物で育ててきたわけですよ。で、今私のお寺のその村の人たちもこうおっしゃいますけどね、ご年配の方がね、そのうち痛い目に遭うぜって皆さん思っておられるでしょ。自給率がどんどん下がり、
そして気がつくと外国からたくさんのものを運んできて、運んできたのか奪ってきたのか分かりませんけどね。そして気がつくとこのちっちゃい島国の日本は1億3000万人しかいないのに13億人分の食べ物を消費する国になっている。それはなぜかというと、その豚とか牛のそういう飼料を中心として全部海外でしょ。そういう牧畜というものに疑問を持たれて茨城さんにこう帰っていただいて、そしてその循環型社のその放牧、そしてそうやってそれと同時に経済的な自立、そういうことをこう課題にしながらこう今生きておられる。実はこの藤本さんをご本山の東湾岸寺の出版部から出ております月刊同胞という雑誌があります。その9月のその藤本さんの姿がグラビアで載ります。インタビューは僕ですまたそこで本当にこう改めてですね、藤本さんのような生き方を通しながら私たちのあれこう今当たり前にしているようなこのエネルギーを大量に消費し、そして誰が作っているのかも全く無関心になっていくような私たちの姿がですね、結構映し出されている。なんかそういうことが大事なことなんだなというふうに思いますね。藤本さんが言ってることはすごい面白くて、でもそんな簡単に経済的に変しているわけではないんですけどね、映画の中にも出てきます。子豚たちが、耕してくれている様子が出てきますが、ただその何を目指しているのかっていうことを明快にするっていうことがすごく大事で、日本のエネルギーに関して言うと、原発イケイケどんどんって賄うんだよと、で14基も建てるんだよ、そうすれば自分たちはもう大丈夫っていうエネルギー政策なのか、今はこんだけあるけれども、でも少しずつ減らして安全な自然エネルギーに転換していこうよっていうのか、今ある事実は同じでも現実は同じでもどこに向かってるのかっていうことが実はすごく大事だと思うんですよね。で、私たちがそれに対して14基これから建てて68基にして電力安泰という、そういうことに本当に安泰と思ってしまったら、それはすごく私は残念だなと思うんですよ。どこに向かって行っているのかというのはおっしゃいましたけどね、浄土真宗が教えるのは私たちが一体どこに向かって生きているかということを照らし出しています。だから浄土というのは私たちは浄土というところに向かって生きているのかということです。つまりそれはさまざまな命とともに、あらゆる命とともにという世界に向かって私たちが向かっているのかどうなのかということを教えていこうと思います、ね、だからある意味ではここまでできたとか、わしはここまで行ったということを問題にしたわけじゃないわけです。それはそれこそ愚かなものも、それから子供であろうが、どんなものであろうが、それがどっちに向いとるのかということだけですよね。でもそのどっちに向いているのかということが決定的になる。それなぜか、今私たちが生きているこの命は次の世代への責任があるということがあるからですよ。決して浄土というのは今目が黒いうちの生きている者たちだけが共にっていうとじゃないでしょ亡くなっていった人々の命も、それからこれから生まれてくる命も共にその命を生きる世界をですね、浄土とこう言うわけですね。ところが私たちが気がついてみると、その命のつながりを実は自分の代で終わらせてしまうようなことが実はたくさんある。そういうことが、そうですね。なんか電気のことだけをね喋るのもあれだなと思うんですけど、そのさっき言った二項対立を乗り越えていく、どこに向かうのかっていう一つの、回答が、スウェーデンが出した回答が持続可能な未来を目指しているんだということなんですよ。でその持続可能なっていうことは別にエネルギーだけではないんですよね。福祉のこともそうですし、医療のこともそうですし、ちっちゃな地域の人間関係のこともそうです。だからそれが本当に持続可能なの、ここで私たちはずっとこのままやっていけるのかしらっていうことで、大きくそのことを問いかけたら、いろんなことがですね、やっぱりその、確執とかしがらみとか人間関係を超えて照らし出される。それは小澤さんがおっしゃる
なんたらかんたらにすいませんなかなか覚えられない、なんて言うんでしたっけすいませんにすごく似ているものなんじゃないかなと。私そのね、イラクに行った時に白血病になった子供のお父ちゃんが家に訪ねていくと、もう長々とね、まあ、そのイラクの人たちはほとんどイスラム教徒なので、イスラムのそのお祈りを捧げている姿を見ました。で、何祈ってたんですかって聞いたら、もう当然やっぱりその自分の子供が救われるっていうか、自分の子供の病気をなんとか治してくださいっていうことを毎日神様にお祈りしてるんだっていうことをおっしゃっていて、で私はそのイスラム教に関してちょっと偏見があったんですけど、一人一人が1日5回お祈りをするっていうのがまあ本来の決まりで、で朝、昼ご飯前、昼ご飯の後、そして夜2回、5回お祈りするんですよね。でその祈る時間っていうのを持っているっていう、そういうその人たちだなって、その祈ってる姿って私今でも本当によく覚えているんですけど、祈るって、例えばその私も本当に無知な浄土真宗の本当の一人なんですけど、でも、なんかすごくやっぱり長い時間のその先にあるものを見るためにすごく必要なことなのかなとかっていうふうに、思い出したんですね、そのイラクのお父ちゃんが祈っていたの。で、エネルギーのこととかなんだかんだ置いといても、私はこの自分が映画を作る仕事を、これをテーマに、まあ、3本作ってきた10年っていうのは、やっぱり、その被爆の本質がですね、どんなにこう、うっすらと、放射性物質を体の中に入れても、細胞の遺伝子が傷つくっていうことなんですよ。それで、持続可能であるっていうのは、私たち人間が五体満足で健康な体を持って孫とか、またその孫にですね、その遺伝子を、健全な遺伝子をつないできてもらったから、今の私たちがこうやって健康でこのようにこの体を持って生きてるっていうことがあるので、私たちの代で放射能をね増やしてしまうと、やはりその遺伝子が傷つくということが不特定多数にこう起きていくっていう可能性を確実に上げていくので、そのことに対しての責任っていうのはちょっと取りかねると思うんですね。私はだから仕事として映像を作る、その仕事のその一つの大きな目的は、やはりその遺伝子を傷つける、そういう被爆を少しでも少なくしていきたい、そしてその放射能を増やすことがそれに確実につながるっていうことを、まあいわゆるマスメディアがやらないので、私がささやかな映画を作ってこう一つ一つこう地域に届けていくっていう仕事をみんなに助けてもらいながらやってるんですね。ですから六ヶ所村はですね、六ヶ所村ラプソディを作って100万人の署名を届けるまでになりましたけど、でも止まらないままに3年間稼働、まあ、稼働に近いことをやって今止まっています。ですごい重大な放射能漏れ事故を起こして、でそれだけではなくてですね、この3年間で例えば六ヶ所村の井戸からはこれまで日本で検出された最高の放射能汚染のその倍の値が出ていたりとか、六ヶ所村の農家が食べている食事の中の放射能濃度がこの3年間で30倍になっていたりとか、沼の中にあるプランクトンの、放射能放射性要素129がまあ、12倍になっていたりとかですね、そういうその一つ一つの数値は全部文部科学省が調査をして出してきた数値なんです。でまだ安全基準値以内だから大丈夫だというんです。でも六ヶ所村にも子供はいるんですよ。でその子供たちがそこで取れたものを食べたり空気を吸ったりとかですね、で120何日間にわたってまあ、試験をしたんですけど、そのうち93日間がその通常のレベルの5000倍の放射能を含んだ雲が六ヶ所村に滞留したんです。それらは今すぐは分からないけれども、何年か経ったらきっとその目に見えるような影響として出てくると私は思います。それを本当にこう防ぐことができなかったことに関して残念だと思うんですけど、本格稼働はまだしていないので、
できるだけ早くあそこを止めさせたいと思いますし、これ以上その原子力発電所を増やし続け、そうすると自動的にその6カ所に運ばれる放射性物質も増え続けるわけですから、それ全部つながっているので、原発は大丈夫とか、原発はそんな対策になるとかっていう、その原子力プロパガンダに惑わされないで、私たちが本当に未来のために選び取るエネルギーというものを考える情報をですね、いろんなところから私の映画からも得て、自分で考えて自分で選択していただきたいなと感じています。もう時間ですので、質問全然ないの、結局喋り続けてしまいましたね。私この7つの推進要請講座を担当していく中でですね、たくさんの方々がおかみそりを受け、公務をいただいて仏弟子の名乗りをしていただきました。仏弟子というのは、法名をいただくということは戒名とは違うんですと言いました。戒名はお師匠さんからいただく縦のつながりです。法名というのは阿弥陀仏によって全ての命が照らされていく、その友となる。その時に仏弟子を名乗るということは、自ら知り、自ら考え、自ら選ぶというね、あくまでもお師匠さんが言うとるからそうだという関係ではなくて、自分の責任において自分で選ぶ、自分できちっと見つめ直すというですね、そういう選びが仏弟子の名乗りだというふうにお伝えしたつもりです。どうか仏弟子としての歩みを、当然皆さん法名を掲げとるんやろ掲げとるんでしょうね自分で考えとられますか、自分で見つめとられますか、自分で選んでとられますかと周りの目が言うとりますので、改めて、そのことをお願いしてですね、私の今日の仕事とさせていただきたいと思っております。最後、私はなんか思いついてつけちゃったタイトルなんで、みんなからいろんなこと言われてるんですけど、長いなって、ミツバチの羽音と地球の回転、なんじゃこりゃと。で、そのミツバチっていうのはすごくちっちゃい存在なんですけど、ここってその羽音はですね、すごい遠くまで伝わるんですよ。だからその仲間にここに蜜があるよっていうことを教える、すごく遠くまで伝わる音なんですよ。で、マスコミと反対で、英語では口コミの意味に使われています。私はマスコミではなく、こうやって顔と顔を見合わせた本当に少人数 の、 コミュニケーションの中で、情報を伝えていくっていうか、物事を伝えていくっていう方法を選びました。で、その一人一人がミツバチのようにですね、私一人では足りないので、一人一人がブンブンしていただくと、もっとその多くの人を巻き込んで、ミツバチ自身がですね、蜜を取りながら受粉も助ける。で、本当にその持続可能性を象徴して、生物多様性の象徴でもあると思います。というのは、そのミツバチがいなくなると人間は4年で滅びると言われているんですね。で、大量死最近したりもしています。本当に実は環境は危機にあるんですよ。日本は豊かで平和で、こんなにのんびりとなんかみんな暮らしているよって、あちこちの地域で上映会をすると言われるんですけど、でもひたひたと危機は迫っていると私は感じています。だから一人一人がですね、自分は無力だ、確か何をやってもどうせとかっていうふうに思わないで、ミツバチのように自分の言葉で本当に一人でも二人でも周りに発信していただくことによって、社会は変わると私は信じているので、ぜひぜひ映画を見ていただきたいですし、ブンブンもよろしくお願いいたします。ありがとうございました。